高いところから失礼いたします。おはようございます。今日市民の皆様方のお声を反映していただく形でこの東口のエレベーターを設置いただきまして本当にありがとうございます。行政の皆様方、事業に取り組んでいただきました皆様方、そして関係自治会の皆様方に心から厚く御礼を申し上げます。エレベーターだけではなくてバリアフリーだけじゃなくて駅そのもののリニューアルをということを望まれる方々も大勢いらっしゃると聞いております。今後ともですね、この JR 草津駅周辺の再開発に向けて市街地中心市街地活性化のプロジェクトもございますので皆様方と一緒に連携して頑張ってまいりますことをお誓い申し上げまして一言本音感謝お祝いのご挨拶に返させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。多大なるご支援をいただきましてありがとうございました。にもかかわらず、小選挙区で、議席を守れず、また県全体でも残念な結果になってしまったんですけれども、これは私自身も含め、ひとえに力不足、許さゆえのことだったというふうに思っています。結果は結果でしっかり受け止めて、反省総括をして、こういう時だからこそ前へ向いてですね、我々が言ってきたこととやってきたことは謝れてなかったと思っておりますので、しっかり立て直して、これからまた前へ進んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、民主党滋賀県連の再生に向けて一致団結して頑張ろう。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 ありがとうございました。それでは、ただいまから184回の滋賀県連の幹事会を終えての記者会見を開催させていただきたいと思います。なお、今日の幹事会で田島前代表の辞意を受けまして新たに三日月太蔵衆議院議員が新代表に就任するこの幹事会で確認をさせていただきました。それに基づきまして今日は三日月新代表の下での記者会見をさせていただきますのでよろしくお願いをしたいと思います。それでは、まず最初に三日月代表からご挨拶と報告をさせていただきます。改めましてこんにちは。田島前代表より今回の総選挙の結果を受けまして新しく代表に選出いただきました三日月代表と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回の総選挙の結果を顧みると各小選挙区の合計では20万7333票、比例区では104508票の方々に民主党候補もしくは民主党と書いていただきました。従いましてその方々のご期待に応えられる政党を県連組織にしていくためにしっかりと頑張ってまいりたいと思います。やはり政党ですから理念政策の組織およびそれを地域地方から再生をしていくということが大事だろうと思いますのでしっかり取り組んでまいりたいと思います。なお今日の184回の幹事会につきましてはそういう代表交代に伴う諸組織の変更具体的に申し上げれば田島代表失礼しました、徳永代表代行林筆頭副代表そして田島奥村川端副代表そして従来通り大井副代表そして出原幹事長を中心先頭といたします県連新体制について確認をし2月の3日に党
県連の大会を行うべくですね、その事務的な内容について確認をさせていただきます。ただし、まあ、党中央のいろんなその代表選出および大会の日程がまだ一部未確定なことがございますので、まだ全てが決まっているわけではございませんが、一応予定として確認をさせていただきます。